ガリレオシリーズ巨像の道化師、ガリレオ7、巨像の道化師、ガリレオ7は、2012年8月10日に、文芸春秋から刊行された、東野慶語の連作推理小説。ガリレオシリーズ第7弾、短編集としては4作目となる。2013年にテレビドラマ、ガリレオ第2シリーズで、映像化された。2015年3月10日に、単行本、 禁断の魔術ガリレオ8のトーシス、キョッキュール、年春の3作も合わせて7作品、収録再編集し、文春文庫版オリジナルとして文芸春秋から発刊された。ネタの枯渇から著者はガリレオの苦悩でシリーズの短編は終わりと考えていたが、相手に触れずに転落死させる方法のアイデアが浮かび上がり、そのトリックを描きたいという思いから収録作となる。 短編、玄惑スを執筆し、以降の短編は、単行本化のため苦心して浮かんだアイデアを実現させたという背景があり、自作、禁断の魔術ガリレオ8の構想が出るまで、シリーズ短編のラストとしてふさわしいと考えていたという。また執筆中に湯川と草薙が、探偵役としての役割を持った初登場時から16年で、人間として育ったことを実感し、 アイデアさえ固まれば二人が勝手に動いてくれるため、執筆にほとんど苦労しなかったと語っている。内容は前作まで5編収録されていた、単編集とは異なり収録作は4編となっている。ほか、一時内会が引き継いでいた湯川に協力を仰ぐ、立場を草薙が再び担う場面も見られた。二千十二年八月十三日に発表された八月十七日付の、 オリコン、本ランキングブック部門で4万5000部の売り上げにより、首位となった。著者作の首位獲得は、ナミヤ雑貨店の奇跡以来5ヶ月ぶり、ガリレオシリーズでは、聖女の救済以来3年9ヶ月ぶりとなる。週刊誌の取材を受けていた、宗教法人、クワイの会の本部のビルで、第五部長の役職の男が国会の窓から、転落死した。一見すると、 教祖の村地崎志向に資金の横領を問い詰められた第五部長が自ら飛び降りたように見えた事件だったが、連先はそれは自分が念を送ったことが原因だと主張し、警察に出頭してきた。草薙は連先の対応に困った、初活の依頼で事件を担当するが、週刊誌がワいの回とぐるになっていた可能性はなく、草薙から話を聞いた、湯川も、 物理学とは関係なさそうだと取り合わず、事件は自殺として片付けられることに決まりかける。草薙が次第に釈然としない思いを抱える一方で、区合の会は、週刊誌の記事で、高い注目を浴びていった。その影響力によって、自分たちの周りに、波風が立ち、その状況を見過ごせなくなった湯川と、草薙は再び事件に着手、湯川は、 連先と対峙することで年の全容の解明に乗り出していく。OL の脇坂むつみはこのところ、自分にしか聞こえない羽虫が飛び回るような音に悩まされていた。そんな中、むつみの上司の部長、早見達郎が自宅のマンションのベランダから飛び降りて死亡する事件が発生、飛び降りる前の早見の行動に不審な点が多いことから、 草薙と内海がむつみを含む関係者の事情聴取を行うが、殺人と決定づける根拠はないまま捜査は終了する。それからしばらく経った頃、風の前兆が現れた草薙は病院へ行き、そこで発狂して暴れ回る男と遭遇、すぐさま取り押さえたが、その際にナイフで刺され入院してしまう。警察学校時代の同期である、諸葛刑事の北原から、 草薙を刺した男、香山幸弘が、幻聴に悩まされ、精神を蝕まれていたこと、香山が勤務する会社が、早見と同じ会社で、同じ部署に勤めていることを聞いた草薙は、早見の事件で見つけた、例、声のキーワードから二つの事件の関連に疑いを持ち、内会を北原のもとへ向かわせる。内会は、北原と共に、湯川の元を訪れ、早見とか山が、 意図的に現聴を聞かされていたのではという草薙の推論の検証を依頼する。草薙の推論に聞く耳を持たない北原を焚きつけて、加山に面談した湯川は、香山が現聴を聞いた際に側にいた人物、早宮香山の周辺で今も現聴に悩まされている人物の特定を指示、内海と北原は、むつみのところに行き着いた。山中のリゾートホテルで開かれる大学の バドミントン部時代の友人の結婚式に向かう途中の湯川と草薙は車のタイヤがパンクし雨が降る中でタイヤを交換する羽目に陥るそんな湯川と草薙に傘を貸してくれたカツラの両親がホテルの近くにある別荘で残殺された状態で発見されたタの父竹久は散弾銃で殺害されロッキングチェアに座っており母 秋子は虐殺されて横たわっていた。雨による土砂崩れで、ホテルや別荘のある地域につながる一本堂が封鎖されたため、急遽草薙は、事件の初動捜査を引き受けることになる。作詞家の竹久が、自身の書いた歌詞を盗作したと疑う弟子の鳥海、修二と別荘で話をつけようとしていたことが判明し、鳥海が容疑者として疑われる中、草薙が取った。 現場写真を見た湯川は、現場の状況に違和感を抱く。そして他映に注目し、彼女にぶしつけな質問をした湯川は、現場に施された偽装工作を暴いていく。劇団、青狐主催の小前亮介が自宅の一軒家で視察された。小前を指した同劇団の女優、神原敦子は、小前の携帯電話をアリバイ工作に利用、打ち合わせの途中に、 小前からの着信を受けて、小前の元に向かって、遺体の第一発見者となり、さらに携帯で撮影された花火の写真の時刻により、あたかも小前が電話をかけた時点で殺害されたように、見せかけ容疑を逸らしていく。やがて凶器が劇団内で使われたナイフだと判明したことから、内部犯に見せかけた犯行という見方が強まる中、草薙と内海は厚子が、 アリバイトリックを用いたことに感づき、確信に迫っていく。そんな中、偶然劇団との関係があった湯川は厚子から、警察の捜査状況を聞き出せないかと相談を受ける。草薙から、事件の全容を聞かされた湯川は、劇団のナイフが使用された理由に注目し、さらに現場を見て、厚子の本当の狙いを明らかにしていく。ありがとうございます。